テレビやメディアで見かける知名度の高い芸能人たちがどれだけ頭脳明晰、つまり頭が良いのか、今回はその魅力と才能を発揮している芸能人トップ10人をランキング形式でご紹介していきます。また芸能界において知の巨人たちと言われる芸能人もいます。特に知的で影響力のある芸能人たちもご紹介します。頭脳明晰とは、物事を素早く理解し複雑な問題を効果的に解決できる能力のことを指しますよね。トップに顔を並べる彼らは、日常生活や公の場で披露する驚異的な知識とその瞬発力から導き出されていると思います。ではなぜ彼らがこのランキングに名を連ねるのか、その理由と実例を通じて掘り下げてみます。10位、山里亮太さん。山里亮太さんはコメディアンとしてだけではなく、ラジオパーソナリティとしても活躍しています。彼の番組では、その広い知識と鋭い洞察力が光っていて、リスナーからの質問に対して的確なアドバイスを送ることができますね。彼の話術と知識はエンターテイメントの世界で非常に重宝されているようです。9位、指原莉乃さん。指原莉乃さんはアイドルとしてのキュートな見た目とは裏腹に、プロデューサーとしての類まれなる才能を持っているようです。彼女は自身の経験を生かして新しいプロジェクトやタレントの育成に関わっていて、そのビジネスセンスとクリエイティブな発想は多くの成功を収めています。8位、櫻井翔さん。嵐。櫻井翔さんは嵐のメンバーとしての活動のほかに、慶応大学を卒業していることでも知られています。彼はニュース番組のキャスターも務めており、その時の彼の取材力と情報整理の能力は多くの視聴者に信頼されています。彼の発言一つ一つには深い知識と洞察が込められていて、それが視聴者に新たな視点を提供しているのかもしれませんね。7位、上田晋也さん。クリームシチュー。上田晋也さんはクリームシチューのツッコミ担当として活躍していますが、彼の知識の広さは業界内でも評判です。特に歴史については非常に詳しく、番組内での彼の解説はいつも興味深いものがあります。彼はその知識を生かして様々な話題に対して深い洞察を加えることができるんでしょうね。6位、中居正広さん。中居正広さんは元 SMAP のリーダーとして、またバラエティ番組の司会者としても知られていますが、彼の人間を見る目と場の空気を読む力は長年の経験から培われたものかもしれませんね。彼は番組での対応一つを見てもその場の雰囲気を自然と和らげ、スムーズに進行させることができる才能を持っていると思います。5位、二宮和也さん。二宮和也さんは嵐のメンバーとしてだけではなく、個人としてもゲームや数学が得意で、その知的好奇心が人々を引きつけています。彼は特にパズルゲームが得意のようで、その論理的思考能力は日常でも役立っているんだそうです。また彼は投資や経済にも精通していて、その分野でもその知識を生かしています。4位、有吉弘行さん。有吉弘行さんはバラエティでの毒舌キャラで知られていますが、その背後には鋭い洞察力と広い視野を持っているようです。彼のコメント一つ一つには状況を的確に捉える観察眼と、それをユーモアに変える知能が光っているように思えます。それにいろんな話題に対して即座に切り返す能力は、彼の頭の回転の速さを物語っているのでしょうね。3位、林修さん。林修さんは予備校の先生としても有名ですが、テレビでの活躍もすごいですよね。彼の「今でしょ」のフレーズは有名ですが、その背後には深い学問への愛があると言われます。彼の授業は非常に人気があり、その教え方一つとっても彼の頭の良さがわかります。彼は生徒たちに分かりやすく説明する才能があって、難しい数学や科学の問題も誰にでも理解できるように噛み砕いて教えるんだそうです。2位、池上彰さん。池上彰さんは元 NHK のキャスターで、今はジャーナリストとして活躍しています。彼の解説は本当に分かりやすくて、難しい政治の問題や経済の話もすっと頭に入ってくるような気がします。その能力は
長年にわたる報道経験と深い知識から来ているからでしょう。特に選挙特番では彼の解説が光りますね。複雑な政治の流れをシンプルに説明してくれますから、多くの人が政治について理解を深められるんでしょう。1位カズレーザーさん。カズレーザーさんは見た目のインパクトとは裏腹にめちゃくちゃ頭がいいんですよね。本当に広い知識を持っていて、特に歴史や科学に強い方だと思います。クイズ番組で見せる彼の知識の深さは多くの人を驚かせているのではないでしょうか。例えばあるクイズ番組で彼が出した答えは学者でも答えられないようなレベルだったりする知識もあります。彼の知識はただの暗記ではなく、しっかりとした理解と分析に基づいているから説得力があり、聞いていてもすごく勉強になりますね。以上10名の方々はそれぞれが持つユニークな才能と知識でランキングに名を連ねています。続いて芸能界において知の巨人たちと言われる芸能人もいます。特に知的で影響力のある芸能人たちをご紹介します。彼らは芸能界を超えた知識人としては、芸能界だけでなくその知識と経験で社会にも大きな影響を与えている人物たちです。芸能人はエンターテイメントの世界で活躍する一方で、彼らの知識や教養が公になる機会は意外と少ないものです。しかし中には自身の専門知識や独自の視点を生かしている人物もいますよ。これらの芸能人は単なるエンターテイナーとしてだけでなく、教育者や社会評論家としても尊敬されているんです。伊集院光さん。伊集院光さんはその広範な知識をラジオ番組で披露しており、リスナーからの様々な質問に対して詳細かつ深い答えを出していますね。彼の番組では科学から歴史、文化に至るまで多岐にわたる話題が取り上げられ、リスナーに新たな視点を示しています。劇団ひとりさん。劇団ひとりさんはエンターテイナーとしての顔の他に著述家としても活動。彼の作品には彼自身の深い人生観や社会に対する洞察が反映されており、多くの読者に感銘を与えているようです。千原ジュニアさん。千原ジュニアさんはその鋭い社会派ユーモアで知られ、番組やライブで時事ネタを交えたスタンドアップコメディを展開しています。彼のコメントは社会的な矛盾を浮き彫りにし、視聴者が考えるきっかけとなっています。ダウンタウンの松本人志さんと浜田雅俊さん。松本人志さんは昨年暮れから問題が発生していますが、二人は長年にわたるバラエティ番組での活躍を通じて社会的なタブーに挑戦し続けており、その辛辣なユーモアには深い洞察が込められています。明石家さんまさん。明石家さんまさんはその即興と話術で多くの番組でリーダーシップを発揮しています。彼のトークは単なる娯楽を超え、時には社会や人間関係に対する深い洞察を提供しています。落合博満さん。元プロ野球選手でありながらも知識人としても知られる落合博満さんは、野球に関する深い洞察や戦術を語ることでスポーツ解説の場に新たな視点をもたらしています。島田紳助さん。長谷川公彦さん。芸能界を引退した島田紳助さんですが、彼の番組での鋭い洞察力や話題を切り開く能力は今でも多くの人々に語り継がれています。彼は特に社会的な問題やタブーに対しても直言不讳のスタンスを取り、視聴者に真実を問う姿勢を見せていました。いかがでしたでしょうか。頭脳明晰芸能人実践のランキング、そして知の巨人たちのそれぞれの芸能人が持つユニークな才能と知識についてご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価もぜひお願いいたします。コメントもいただければ嬉しいです。次回もお楽しみに。